燃料費の高騰などを受け、県内のタクシー運賃が来月から1割ほど引き上げられることになりました。運賃が値上げするのはおよそ3年半ぶりです。こちらに料金表が貼られているんですけども、こちらの貼り替え作業であるとか、あとあちらにメーターがあるんですけども、メーターの修正作業が今後控えております。静岡市のタクシー会社では、これから運賃改定に向けた作業を行う予定です。タクシー運賃が引き上げになる静岡市や浜松市など静岡地区では、来月25日から普通車の初乗り運賃の上限を 1.2 キロまで600円から660円に、一方伊豆市など伊豆地区では来月11日から 1.2 キロまで610円から680円になります。タクシー運賃が改定されるのは2020年2月以来およそ3年半ぶりです。中部運輸局によりますと、県内の9割ほどの事業者から燃料費の高騰などを受け運賃改定の要請があり、今回の運賃引き上げを決めたということです。さらに背景にはタクシー業界が抱える大きな課題も。コロナの前と比較すると2割ぐらいですね、ドライバーさん減少してしまったんですね。県タクシー協会によりますと、コロナ禍前の2018年度には6000人以上いた運転手は、コロナの影響を受け昨年度には4000人台まで減少しています。運賃改定によっても労働条件を良くするということは、雇用の改善にもつながっていくんじゃないかと、人材不足の改善ですね、それにつながるんではないかなと。人手不足に対応するため、タクシー会社も工夫を重ねています。少人数でもたくさんの需要に応えられるように、需要が集まる日中、昼間に運転手さんたちが集まるような、また配車室の電話交換の技師ですね、彼らもその日中にシフトを集めるような、そのようなダイヤ改正をして対応しています。こちらのタクシー会社では、人手が足りない中でも効率的に配車できるよう、運転手などの勤務体制を変更しました。会社としてできる限りの対応をしつつ、運賃の改定も必要だとしています。人件費の高騰であるとか、燃料費の高騰、また部品代だとかタイヤ代、そういったものに関してちょっと想定以上に上がっているというところが実情であります。苦しいです、本当に。その辺はご理解いただけたらと思うんですが。今回の運賃改定が運転手の労働条件の改善など、タクシーサービスの質の維持につながることが期待されます。